節を終えて8点11で12位につけている釜玉アレサヌキ。次節はホームに鹿児島ユナイテッド FC を迎えての一戦です。鹿児島ユナイテッド FC は現在首位、厳しい試合になると思いますが、今の釜玉アレサヌキなら勝てる。私たちもスタジアムに応援に行きます。5月29日日曜日、天気は曇り、降水確率は 30%。 釜玉アレサヌキ勝利を願っています。